今度の日曜日19日に姶良市で行われるスバルキ少年剣道連盟大会を前に、注目の出場チームをシリーズで紹介するドルゾ一本です。今日は日々練習を重ね優勝を目指す出水市の野田剣道です。創設55年、出水市の野田剣道。礼節を大事にして心身ともに成長する剣道を目標に、これまで多くの大会で上位入賞を果たしてきた伝統のチームです。現在小学生から中学生までの15人が週3回野田武道館で鍛錬を重ねます。今年のスバルキには小学生と中学生の部に3チームがエントリー。今回紹介する女子3人の中学生 B チームは今年の県中学総体で3位入賞を果たしました。先方の松木愛子選手はしっかりと着実な剣道を心がけ勝利したいと意気込みます。先方としてチームの流れを作れるように頑張りたいです。中堅の川端奈緒選手は持ち味の勢いのある剣道を発揮したいと負けん気十分です。男子の動きに負けないように攻め勝って一本取ります。そして大将の持ち井彩乃選手、3代続く剣道一家で毎日朝夕の自主練習に打ち込み努力を続けチームをリードします。大将として一本一本を大切にしてチームが優勝できるように頑張ります。日々の努力を怠らず地道に稽古を重ねるという意味の百練自読の剣道で今回のスバルキ優勝を勝ち取ります。野良剣道、攻めの剣道をモットーに優勝を目指してドルゾ一本。このスバルキの少年剣道は男女混合での試合が行われまして、もちろんチーム編成、男女混ざったりするんですけども、今回女子剣士だけという、野田剣道でしたけども頑張ってほしいですね。